はい、どうも皆さんこんにちは、上昇トラベラーのヒデです。皆さん元気ですか？日本はゴールデンウィーク、真っ最中ということで、いかがお過ごしでしょうか？こちらですね、ゴールデンウィークとかあまり関係ないので、てか365日ゴールデンウィークみたいな休みなのでほとんど関係ありません。アメリカに来て10日が経ちました。今ね、どこにいるかというと、フロリダ半島のマイアミにいます。で、先週まではニューヨークで、1週間、過ごしていました。一応ね、ニューヨークに、おじ、おば、いとこが住んでいるので、その方々を頼って、滞在させていただきました。非常にね、いろんなところに連れて行っていただいて、すごくね、いい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。でね、ここまでニューヨークをいろいろ散歩したりね、旅したりいろんなところに行ったんですけど、日本とのね、違いとか面白かったポイントっていうのがいくつかね、まとめました。ただ長いので前編と後編に分けたいと思います。今回はね、8個かな、前半は8個上げていきたいと思いますので、よかったらね、最後まで見ていってください。ではよろしいですか？早速行ってみましょう。まず1個目です。日本に比べてアメリカ、まあニューヨークはですね、歩きタバコをしている人の人数が異常に多いということです。日本だとエリアがちゃんと決められてるじゃないですか。喫煙できるスペースが決められてるじゃないですか。ニューヨークにこれはなかったです。ですからほとんどの人が歩きタバコをしている、ほとんどの人って言ったらおかしいですけど、歩きタバコをしている人の人数がすごく多い。でも歩いてるともう本当に1分に 2,3 人はすれ違ったかなっていうイメージです。で、これなかなか日本にないなって思ったのが、タバコじゃなくて大麻を吸ってる人がいるということですね。まあ、州によってね、合法か非合法かはあるらしいんですけど、ニューヨークの場合は合法になったらしくて、そこら中にね、大麻のお店があるんですよね。で、大麻を吸ってる人がいました。で、もちろん僕は吸ったことないんですけど、歩いてて明らかにこう鼻を刺激するようなちょっときつい匂いがするんですよね。そうすると、あれは大麻の匂いだよみたいな感じで教えてもらって、もう一発で分かります。で、それから至る所で大麻の匂いっていうのがして、結構大麻を吸ってる人がいるっていうのが衝撃でしたね。だから大麻じゃないのを吸ってる人、なんかラリってるみたいな人たちがこうたまにいて、それ結構びっくりしました。で、歩きタバコが多いってことと、大麻を吸ってる人もいるよっていうのが、これが日本と全然違うポイントの一つ目でしたね。まず、で、二つ目、運転が荒い。めちゃめちゃ荒いです、運転が。僕ら一行がニューヨークからね、ナイアガラの滝まで運転したんです。で、往復で1000キロぐらいあったんですよ。それをね、3人で交代して運転しながら行ったんです。僕国際運転免許証を取って行ったので運転しました。で、アメリカはもちろん日本とは逆で、右車線で、左ハンドルなんですよ。右車線、左ハンドル。だからいろいろね、運転の仕方っていうのは若干違うんですけど、まあでも基本的には操作は一緒なんで、そこまでね、慣れてしまえばそこまでは難しくなかったです。で、ただね、本当運転が荒い。日本でさ、クラクション鳴らすって結構相当な危険を感じた時は、相当危ない時にクラクション鳴らすじゃないですか。こっちはもう当たり前にクラクション鳴らすんですよ。もうこれ冗談とか何にも持ってなくて、10秒に1回ぐらいの間隔でクラクションが聞こえますよ。ブブブブ。これはね、驚いた。っていうか、マジで交通ルールとか無視して、ありえない方向から割り込んでくるんですよ。で、普通に一般道走ってても、みんな100キロとか130キロぐらいとか出してくるやつっているし、で、追い越しとかウィンカーとか出さないです。全然出さない。で、基本的に追い越しは、日本だと、行ってる車の後ろに入ったりするじゃないですか。普通に前に割り込んでくるんですよ。それがね、ちょっと考えられないというか、本当に危なかったですね。だから、高速道路を運転してると至る所で事故が起きてるし、ね、運転して並行してる車のなんか後ろの方とかボコボコになってたりとか、なんかバンパーが外れたりとかザラにあるんですよ。運転が荒い証拠だなっていうふうに思うんですけど、もっと衝撃だったのは、アメリカってなんかね、車検を通さない車っていうのがいっぱいあるんだって。だから車検通らなくても走ってる車っていうのが大量にあるっていうのが結構衝撃でしたね。これは面白いっていうか、すごい違いだった。で、3つ目、車に関することなんだけど、アメリカは、まあ、ニューヨークは基本的に路駐です。路駐、普通に路上に停めてる車が半端じゃなく多い。日本って路駐してたら結構切符切られるっていうのはあるあるだと思うんですよ。でもこっちは本当に基本路駐なんですよ。本当に基本路駐。
縦列駐車のエグいっす道の端にバーって車を止めてるんですけど、それが全部縦列駐車になって、よくこれ出せるなみたいな、よくこれバックでしまえるし、よくこれ出せるなっていうような止め方なんですよ。このね隙間でどうやって出すのっていう縦列駐車がいっぱいですね。でなんかよく見るとバンパーにカバーみたいのしてある、車とか結構あって、多分これ出せないから傷つくからね、そのためのカバーだと思うんですけど、えぐいよこれ結構。でもよく見るとやっぱりバンパーとかへこんでたりするんで、あれ無理やり出してると思うんですよ。これ日本じゃちょっと考えられないなっていう、衝撃でしたね。僕ちょっとあの縦列だったらちょっと止められないので困っちゃうなってところ。でも平気でみんな店の前とか止めるし、もう当たり前なんだよねそれが、っていうような、のが衝撃でした。じゃあ4つ目、地下鉄が無法地帯だった。地下鉄がですね、もちろんなんか切符みたいにメトロカードっていうのを買って入るんですけど、駅員がいないんだよね。駅員がもう全くいないと言っていいほどいなくて、日本の改札とはちょっと違って、なんかね切符とか入れなくても簡単に侵入できるような感じなんですよ。でだからもういろんな人が侵入するんだって。でも本当無法地帯でね、地下鉄に住んでる人がいた、で住んでる人がいるよっていうふうに聞いてて、んなわけねえだろみたいな思ったら本当にいたんですよ。信じられないでしょ、信じられないでしょ。これなんか地下鉄の端から端まで乗ってずっと寝てて、終点に着いたら降りて反対側の路線に乗ってまた乗って寝てっていうのを繰り返してんだって。でも取り締まる人とかいないから、駅員さんとかいないから、もう永遠にそれができるんだってさ。で、まあ、アメリカに住んでる人にこれ取り締まらないのって聞いたら、取り締まる費用の方がかかるからもうアメリカではそれやってないみたいなことを言ってて、超衝撃だったね。5つ目ですね、5つ目、これね夜ご飯なんですけど、あのアメリカって結構どのお家もお庭が広いんですよ、まあ、もちろんすみません、これはアメリカ全土の話じゃなくて、僕らがいたトマトとかニュージャージーとかニューヨークとかのあたりの話なんですけど、大体どこでもお庭がついていて、裏庭で夜ご飯はバーベキューっていうのが普通なんですよ。夏になるともちろん寒い時期はできないんですけど、暖かい時期になると基本的に晩ご飯は 夜に外でお肉を焼いたりとかっていうのがね一般的なんだって。でどこの家にもねバーベキュー用のグリルっていうのがあって、そこでお肉を焼いて毎日パーティーみたいにするっていうのが普通だっていうふうに言ってました。めちゃめちゃ美味しい。上下を間違えてしまったけど、まあいい。日本だとバーベキューってなかなかやらないじゃないですか。なんだろう、親戚が集まった日とか本当に土日とか、そういった時割と特別な感じっていうのがあると思うんですけど、アメリカだとねそれが特別ではなくて、割と毎日晩ご飯はバーベキューみたいなのが当たり前なんだって。この感覚がねちょっと不思議でしたね。でお肉を焼くんだけど、意外とねハンバーグのパテを買ってきて、それを焼いて、でパンとかも焼いて野菜とかも焼いたりして、自分でこうハンバーガーを作って食べるっていうのが、これがね割と一般的っていうふうに言っていました。で実際にね裏庭でバーベキューをしたんですけど、自分でねハンバーガー作って食べたの美味しかったですね。でもちろんビールとかも必須なんだけど、バーベキューに欠かせないのがレモネードなんだって。だからねスーパーとかレモネードたくさん売ってたのかなと思うんですけど、脂っこいものをね食べてる中でレモネードっていうのは最高に美味しかったです。これがやっぱり日本との違い、バーベキューの考え方、扱い方っていうのが日本とだいぶ違うなっていうふうに思いました。6個目、基本的にどこでもカードを使います。クレジットカードだったりプリペイドカードだったり、そういったカードのね社会っていうのはすごく普及してるっていうか当たり前なんですね。皆さんコンビニで支払いをするときってどうやってお支払いしますか？多分現金じゃないですか。
スーパーとかでも現金で支払ったりすると思うんですよ。で、まあ、スイカとかパスモにチャージするときも基本は現金でこうチャージするじゃないですか。こっち違うんですよ。コンビニでもスーパーでも基本的にはカードで払っちゃう。で、メトロカードとかチャージするのにも切符をねチャージするのにもカードを使うんですよね。でもっと言っちゃうと、もうカードじゃなくて iPhone とかにそのカードのね情報を入れといても iPhone タッチするだけで支払っちゃうっていうのが結構一般的でした。面白かったのはスーパーとかね、あのコンビニに行くと、プリペイドカードがめちゃめちゃいっぱい売って、いろんな種類のカードが売っている。例えばスターバックスだとスターバックスカードとかあったり、アップルでもさ、アップルのカードとかアマゾンのカードとかあったりするじゃないですか。そういうのの種類が異常に多い。それがね驚いた。だからプレゼントとかみんなそれにお金入れてあげたりするんだって。それがやっぱ日本と全然違うなって思ったところです。はい、では続いて7個目、トイレがない。あのですね、これ困るよ。これ知らないで行ったらすごく困ると思います。公衆トイレっていうのは全然ないですね。これはニューヨークだけじゃないと思います。アメリカ全土で日本より公衆トイレが全然少ないです。で、なんでですかっていう話を聞いたんだけど、やっぱりね治安が悪くなる。トイレでいろんな事件が起こるとかね、起こりかねないので、治安が悪くなってしまうので公衆トイレは設置しない。で、コンビニとかでもね当然ないですね、トイレは。で、スーパーとか大きなねショッピングモールとか行くと全然あるんですけど、気軽にこう立ち寄れるトイレっていうのはないので、お腹弱い人とか下しやすい人とかってすごく困るんじゃないかなっていうふうに思います。駅にもねトイレとかなかったと思うので、これちょっと、ね、気をつけていただきたいなっていうふうに思います。はい、でトイレに関して、ラストですね、これ8個目なんですけど、トイレの設計が違う。簡単に言うと個室ですよね。個室の形がちょっと違うなっていうのが特徴的でした。あのね、足の部分が見えるんですよね。日本のトイレって個室下まで足が隠れるようになってるじゃないですか。こちらっていうのはもう足が完全に見えるんですよね。だから誰が入ってるかっていうのを視覚的に判断する。日本の場合だとこう、ロックかけて赤になってるから入ってるよみたいな感じなんですけど、こっちは足が見えるから入ってるのが分かるみたいな感じですよね。だからあれ、便座に座ってるじゃないですか、ね、ズボンとかパンツとか下ろすんで、あれね、パンツとか普通に見えちゃう、興味ないと思うんですけど、見えちゃったりするんだろうなとか思いながら、入っていました。で、トイレはね、やっぱり日本の方が100倍綺麗ですね。もう100倍綺麗でも結構ね、そんなにニューヨークあたりだと汚いなっていうイメージもなかったです。で、どこにでもあのね、ダイソンとかのハンドエアなんだろう、空気で乾かすやつあるじゃないですか。ああいうのがついてて、あれはね日本より普及しているような気がしましたね。で、意外にニューヨークだと手を洗う水が暖かかったりしてびっくりしました。ニューヨークって基本的に寒いから北海道と同じぐらいのね緯度なので、だからかなと思ったんですけど、そんな違いがありました。はい、ということで、今回はねアメリカと日本の違いということで前半ということでね8個挙げたんですけど、まだまだね面白いところいっぱいありました。普通にね街を見てるだけで見るもの聞くもの入ってくる情報が全部新鮮なので刺激が多い国ですね。これからもっともっと、ね、先進国じゃないところとかも行くので非常に楽しみです。じゃあ後半ねまたいくつか違い感じた違いを挙げていくので、よかったらご覧になってください。では今回はこの辺で以上です。バイバイ。